거야. 돌아가지 않기 때문에 소리로 보기 와야 되기로서 서로 보기 와야 다운하지 여러 곡으로 바이러스와 날려고 돌아가지 않기 때문에 悲しみに追いつかれない飽きるほど愚かなそんな
So,
て公園に誘われてまだ言いやすい胸を焦がして僕は旅に出た一人で行きがあってはいつくばった俺をそっと許してくれる君がいてくれたから Looking for a song way Looking for a song way7月の4日だったかな、この初代ドアーズから、始まった、プランティングシーズツアー、今夜で19本目になってそして今年で、今夜で、いよいよツアーもファイナル、同時に、俺はデビュー21年目を迎えたわけだね。1年半ぶりのバンドでのステージ、たくさん集まってくれて本当にありがとう。最後にゆっくり楽しんでてくれ。傷つけ合うことに差がある
Thank you.
今朝が戻って立ち上がった時君の言葉が一つポツンと部屋に輝くように少し笑がっていいように君にもっとありがとうを言っておけばよかった受話器を Thank you, Brando. とにかくこのメンバーでね集まるのは、約1年半ぶりなんでね、リハーサルのスタジオで会って、お元気だったなんて話になってね、まあ、どうしてたっていうね、そういうどこから始まるっていうのがなんか非常に、長い年月になってきたなって気もするんだけども、この間ねそのリハーサルの時にさちょっとこう合間にさみんなでちょっとお茶でも飲みながらさ年齢の話になったんだ。何がおかしいんだよ、スティングってこの間いくつになったんだっけなんて話を聞いて、えっていうのねそんな感じでさ、でその時にいろいろちょっと話題になってしまったんだけど、ここにいる俺たち全員の年齢をこう合計したその数がモーニング娘。の合計に勝つかどうかということでねちょっと話題になったんだけども、とにかくねモーニング娘。って何人いるんだっけっていうのね誰も知らなかったというところそこが問題なんだけども、とにかくねなんか大勢いるっていうイメージがあるからさ結構微妙な差なんじゃないかなと思ってちょっと考えてたんだよ。でねその後ねちょっと気になったものだから、モーニング娘。のオフィシャルホームページに行ってですね調べてみたわけだよ。うわいっぱいいるなとか思いながらね、で合計してみたところによるとね微妙な差で勝ったんだよ俺たち。大体向こうはね全員で250歳ぐらいだったんだけど俺たち全員で260歳ぐらいあったんだけど微妙だったんだけど勝ったんだよ、やったな俺たち。まあ基本的にねその勝った原因っていうのが中野徳男さんなんだよね。まあ徳男さんのせいというか徳さんのせいっていうかまあ徳さんのおかげというかね。
まあ、そんな中ね、俺たちもずっとこうやって音楽やってきて、まあ、俺も、去年夏21日で20周年迎えて、で、まあ、こうやってまた、久しぶりのバンドとね、感じでアルバムを作ったりしてきた。この歌はね、そんな、なんだろうな、もう20年近く、20年以上やってきた、デビューして21年経った、そんな中で、やっと生まれた歌なんじゃないかなって自分でちょっと思ったりもしたんだ。僕はでっかい会社を持ったから、
しくは一人で花屋をやって、そして僕は相変わらず振り返るには遠を過ぎる、懐かしむには早すぎる、悲しむには天気が良すぎる、いつも夜ゴールだろう、バスケットシューズを履いてた。俺は今まで10枚のアルバムを作ってきたんだけども、その中でもね、普通の人だったら非常に多いはずのラブソングっていうのが非常に少なくてね、まあ、そのせいでその客席が男っぽいっていう話もあるかもしれないんだけども、まあそれは俺のせいだからしょうがないんだけども、でもね、なんかラブソングっていうのはね、歌いかける相手がちゃんといないことには、俺の場合は作れないんだな。だからなかなかラブソング作れない。この歌はね、俺にとって今すごく、すごく大事な、歌の一つになってるんだけども、だけど、この曲を作ったことで初めて一つ分かったことがあってね、いつか、いつの日か、今度は最後の奇跡っていう曲を作りたい、作んなきゃいけないんだなっていうふうに思った。
してくれるね。夢だけで終わらせない、君をかばいたは心から君が愛し、これが僕の全部さ。一つだけ聞いておくれ、明日の僕を信じてくれるね。夢だけで終わらせない、そこに明日新しいキスを交わそう。
として楽しい。ねえママ、私の目つきが嫌と何度も言ったね。ユリエは鼻先で潮の香りを感じてちょっと微笑んだ。サリナが心配してくれてるよ。先生は絶対真っ青になってるよ。なんだかおかしいな。無期帳もきっと燃えたの。写真も制服ももういらない。国道の向こうにテトラポッド列がどこまでも並び出す。ユリエは道沿いの低い防波堤に飛び乗って海を見る。ねえパパ、燃える灯油の中はどんな気持ちだった。ねえママ、いつか天国のことを私に話して。ユリエは口笛でひよどりの声を真似しながら歩き出す。私ひどい格好でと君は髪を耳にかける。昔ドライブで小さな丘の上に立った時の君の言葉と横顔、不意に思い出した。そこから天使が舞い降りてくるのよ。でも誰も姿を見た者はいないよ。
まさか僕じゃないよ。君はバカって笑って言う。今はもうこの名字なの。それじゃ僕と一緒だ。二人で吹き出す。今回のツアー、去年の7月ぐらいから始まって、ずっとやってきたツアーなんだけども、この話、実は、実はとは町田だったと思うんだけども、さんざっぱり話した話なんだけど、また話してしまうんだけども、名古屋にあんかけスパという食い物があってね、俺なんかこのツアーではこの話ばっかりしてるような気もするんだけども、なんだろう、こう太麺のパスタをこうラードで炒めてね、ギトギトに炒めて山盛りにして具をドカンと乗っけて出すっていうね、すごい食い物なんだけどね、なんかもうこう辛くてね、煙臭くてね、舌のどこで味わってるかわからないような食い物なんだよ。でさ、名古屋の現地スタッフに聞いてみたら、いやこの食い物は2度食ったら3度食いたくなるっていう話らしいんだよね。で去年ついに俺は初体験をしたわけでね、食ったんだよ。でさ、おかしいと。で名古屋っていうのはさ、味噌煮込みうどんとかさ、なんだ、手羽とか天むすとかさ、美味しいものいっぱいあるのに、これだけは絶対におかしいと思ったんだよ。それでなんかさ、今回ツアーでいろんなところに行ったからね、いろんな町でその聞いてみたんだよ。名古屋にあんかけスパっていう食い物があるんだけど知ってるって言ったら、やっぱほとんどの人は知らないんだけど、たまにね、あー知ってますよっていう顔が曇るんだよね。どういう食い物だったんだろうと思いながらね。でね、今月のね、3月の頭に俺はまた名古屋に行ったんだけども、証拠にもなくまた食っちゃったんだよ。
で俺はねもう2回目だったから、あの結構ね結構ペロッと食えたものもね、あのその時一緒に行ったやつがいてね、そいつがねあの注文したのがこの山盛りの太麺の上にね卵を5個使ったオムレツが乗っかってるっていうね、もうパッと見人間の食い物には見えないんだよね。でそれをそいつが食うんだけども、卵を食っても食っても麺が見えてこないっていうね、本当に最悪だったなと思いながらね。でまあそう思いながらもね、俺はそのあのレトルトのやつもあったりとかしてね、でそれをファンの人にもらったりとかしたから、その横井のソースってのとね、あとコウミってのとね、あとねサバランってそのお店で2回食ったからね、まずいまずいって言いながら合計4回食ってるわけだからこれはもしかしたら俺好きになってるのかもしれないなと思ってね、やばい なこれってなんかいけないことのような、なんか絶対名古屋の陰謀のような気がするんだよ ね。ぜひあのみんなあの名古屋に行った暁にはそのアンカベスパーティーをぜひ食ってほしい。パッと見ねあの緑と白と赤 そのイタリアカラー あのおしゃれなパスタ屋さんかと思いきや、絶対に入ってみるとね床がヌルヌルだったりするとかね、そういうとこは気をつけた方がいいですよ。デートとかでは行かない方がいいからね。もう本当に試してくれ、絶対お願いだからあの言う、もう白状するよ、俺は好きだよThank you.
日で迎えた夜明けに俺は思った。お前のことを俺ほど知ってる奴はいない。いつかまたどこかで必ず落ち合おうぜ。俺たちは最強のチームだ。そうだろう、紫の夜明けの街で俺たちは誓い合ったよ。いつかここで倒れても心だけは飼い慣らされはしない。
久しぶりのこのツーショット。ごめんなちょっとくどくて。ごめん、去年3月21日、俺は20周年迎えて、それからこの1年間すごく充実した1年間だった、みんなのおかげで本当ありがとう。10年目になるアルバムをリリースして、それから DVD をリリースして、そしていろんなところにまたツアーも行けて、新しい人とたくさん出会うこともできた。すごく充実してた。一応今日でこのツアーは終わるんだけども、ツアーを終えたら俺はまた明日から新しい歌を作ろうと思ってる。これも出してくれって言ってる曲がたくさんあるからね、そいつをまず捕まえて、歌という形にする。そしてそれが、たくさんできてきたらまた、こうやってステージに戻ってくるから。待ってるわ。
今日最後まで聞いてくれて本当にありがとう。Yes, it's a showtime.
아그네
今夜一緒に演奏してくれたのはドラムスのカスケ、キーボードタツノスケ、ベーススティーブ・ネムト、センチメンタルシティロマンス30周年長野福、ありがとう、今月に向けてスイートメイトルよろしく。そして卵5個乗っかったアンダクレスパに挑戦したスマイリー、おかしい、お前らおかしい、エルビス怒るぞ、
閉まるドアを抜けて、どこは疲れながらの釣り側にぶら下げる、そうそう話してる小指の出しも睨んで、男は腰伸ばせたらボリュームを上げる、拳を握った、明日こそは幸せな朝を迎えた、さあ今日は寄り添って、女は腕を組み、さっき改札で
って改札へ急ぐ世間の丸い背中を車掌は見届ける。靴の音が響くホームの端っこで励ますように高く今夜も笛を吹く。出発していこうって毎日繰り返してきた俺たち一体どこへ出発したんだろう。夢っていうのは少しずつ擦り切れていくけど明日はせめて今日よりも間違い一日を電車は闇の中どんで突き進む。
도 섞어 내니 신기 투다 ありがとうございます。
ありがとう。今夜はね、今回のアルバムに、参加してくれたやつとか、俺のツアーに参加してくれた友達がちょっと何人か来てるんで紹介してみようかな。パウダーの鈴木ゆき、それからね、レコーディングでタレの歌で、コーラスで参加してくれた、鎌田君と成瀬君です。女性ゲスト誰か来てくんないかっつったらみんなに断られた。
맞아요.